演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。朝日飲料のカルピスウォーターを飲みたいと思います。ポイネットは飲んだことあるんですけど、このエクソイトがね、ここまで紹介したことなかった気がするんですよね。身近にあるものほど忘れてしまうものなのと言いますか。では、いい相変わらずに3人では飲んでみます。こういう美味しさ本当にいいよね。長年愛されるのも納得。やはり濃いめに比べると酸味、濃厚さは控えめですが、その分すっきりとさっぱりとした甘さが、程よさがありますね。なのでさっぱりとしたものが好きな方が、この通常版の方がいいかもしれません。これも発酵のものなんですね。これで風も良くなったりはさすがにしない。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。